住友生命地区サニュータワービルは愛知県名古屋市東区青井にある超高層ビルである。同ビルと敷地を同じくして開発された他の住友生命ビルについても合わせて記述する。JR 地区駅のホームの目の前に立ち名古屋市営地下鉄東山線地区駅とは地下フロアを介して直結する地上21階建ての超高層ビルである。 名古屋市営地下鉄東山線と西木通りを一体的に整備する建設事業に伴い敷地が大きく減少することになった東方高等学校が校舎を移転した跡地を買収して住友生命保険が建設したビル群の一角にあるビル群を構成する住友生命地草ビル住友生命地草第2ビル住友生命地草第3ビル 住友生命地佐駐車場ビルと中央の広場を囲んで同一の敷地にあり地下鉄駅からつながる地下のフロアを一体化する形で建設されている。これらのビル群はガラスを多用した外観の統一もなされているが、名古屋三井ビルや六本木ヒルズのような統一した名称はなく、個別に名付けられている。同ビルは整備事業の第四期に建設されたビルであるが、 同一敷地内の他の住友生命ビルとは高さも大きく異なる超高層ビルであるため、住友生命畜産第四ビルではなく、タワーという名称が付けられている。基準階のオフィス面積は742平方メートルである。愛知県人に優しい街づくりの推進に関する条例で定める整備基準を満たし、障害者対応エレベーターと車椅子使用者、 対応トイレの設置をしているビルに交付される優しさマークを住友生命畜産ビルと共に取得しており、障害者に優しいオフィスビルとなっている。西木通りを今池方面から坂へ名古屋駅方向に進んだ場合、JR 中央本線湖線橋である新畜産橋越しに、東ビルのガラス面がほぼを生体する形となる。 この方面から見たビル正面に位置する施設は JR 畜細器ホームとなり、畜細器が半掘り割構造であり、高台から東ビルを眺める形となることから、視界を遮るものは特になく、畜作と東区の境に立つ地域のランドマークとして機能している。西木通りを逆方向から進んだ場合については、東ビルの手前に位置するメルパルク名古屋ビルにより、隠される形となるため、 ビル全体の目視が可能となる地点においては、当ビルより全面ガラス張りの外観である、住友生命畜サビルの与える印象の方が強い。詳細は、住友生命畜サビルを参照。住友生命畜サビル、畜さ第二ビルとつながる地下1階フロアは、商業スペース扱いで、山崎パンが経営するビドフランスとスポーツクラブの、セントラルフィットネスクラブが入居している。 セントラルフィットネスクラブが2階までの3フロアを使用しており、3階以上はオフィスフロアとして使用されている。鈴賢グループの医薬品流通企業鈴賢ロジコムや保育所アスクなどの運営で知られる JP ホールディングスが本社を構えている。整備事業の第一期で建設された地上7階建てのビルである。敷地の内地下鉄駅に一番近い西通り沿いの部分をほぼ、 すべて使い、敷地境界に沿って、大通りの交差点の角に鋭角に突き出すように建てられている。日本の大通りに面して、ガラス張りのファザードを持つため、ビル群の中で最も高いニュータワービルと並んで目立つビルである。名駅、栄方面から名古屋市東部方面へ、東ビル周辺を通る場合、天候、時間帯によっては、ビル表面が反射光で輝くこととなり、 与える印象は強い。その反面、4棟のオフィスビルでただ一つ家計でないビルとなっていることから、オフィスフロアとして活用する場合は、レイアウトの面でやや使い難い面もある。地下フロアは、地下鉄から他のビル組へ通り抜ける通路を兼ねたスペースにもなっており、飲食店やショールームとして利用されている。地上部分については、基本的にオフィスとして使用されている。 地下鉄東山線築区西系の連絡通路は、東ビルに接続されており、築西区地下部分から、敷地内の他の住友生命ビルへは、東ビル地下1階フロアを経由して往来することとなる。整備事業の第2期で建設された、地上7階建てのビルである。敷地西側の大通り沿いの部分を使って、建設されたビルであり、東ビル南側に位置する、ちぐさビルと統一されたファサードを持つ。 地上高も、地サビルと同じであり、少し離れた位置からこれら二つのビルを眺めた場合の一体感は強い。地サビルニュータワービルとは、地下フロアで接続している。また、地サビルとの間には、地上6階部分に連絡通路も設けられている。通りに面した1階フロアは、中日信用金庫の名古屋支店が使用している。また、堀場製作所は、本体のほか。 関連企業も同じフロアに事務所を構え、名古屋の拠点として活用している。整備事業の第3期で建設された地上4階建てのビルである。大通りには面しておらず、高さも他の住友生命ビルと比べて低い。店舗などの一般客が往来するフロアもないことから、ビル群の中では最も目立たないビルと言える。ビル群のオフィスビルの中で、当ビルの道かフロアで、 他のビルと接続していない。当ビルとビル群の他のビルとを往来する場合は、地上フロアを介することとなる。畜草駅へのアクセスについても同様である。このビル群の立つ敷地は、かつては、東方高等学校赤萩町校舎の敷地であった。同校舎は、戦後作られた日本最大の大壁画があることでも知られていたが、再開発に伴い取り壊された。 ビル群の南側を通り抜ける西木通りの一部も同行者の敷地であったものである。ありがとうございます。